ニュースポストセブンです。思い出の詰まった家を去りました。元祖芸能一家として知られ人々の関心を集めてきた高島ファミリー、今からおよそ60年前に購入した土地に建てた豪邸に変化が起きていました。忠夫さんが他界してから一人暮らしをしていた妻の住花代さん、近隣住民によると昨年末あたりに出て行かれたようです。忠夫さんが亡くなってからもずっと一人で暮らしていたんですけどね、とのこと。最後まで自宅で暮らすことを望んでいたそうですが、90歳を超えて体力が限界に近づき施設に入居されたそうです。